我らのみ。残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後まで男に立つ。よく申した。いたぞ、あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。子供。
誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。小さな足跡、おなごか。あの家からだ。誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。ここにはない。私に任せて。ほら隠れろ。ああ殺さないで。シーロ止めねえ。止めを出せ。少しならあるから持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。待って。もうよしてくれ。きつくね。
待って。騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり。待って。戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。うん、体じゃ心もとない。使えそうなものもらっといな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命